SYK と書いてサイと言います。どうもサイチャンネルのサイです。このチャンネルでは映画の最新情報、復習、考察、コネタ、感想を中心に扱っています。今回は MCU フェイス4の映画スパイダーマンノーウェイホームに関する最新情報に触れていきます。また他にもマーベル関連動画を出していますので、そちらもぜひ見てみてください。それでは早速いきましょう。さて、今か今かと予告解禁が待ち望まれているスパイダーマンノーウェイホーム。前回までは今作に登場するであろうスーツや撮影現場のリーク写真などに触れていきました。今回のこの動画はスパイダーマンノーウェイホームやドラマロキのネタバレを含むため、それが嫌な方は今すぐ画面を閉じることをお勧めします。今回は新たなリーク写真とドラマロキについて触れていきます。まず最初は新たなリーク写真に関して、スパイダーマンノーウェイホームの再撮影がロサンゼルスで進む中、とある二人は同じロサンゼルスで激写されました。それがこちら。右側の人物はサムライミー1でヒロイン MJ を演じたキリスティン・ダンストですが、左側の人物はサングラスとマスクで顔がよくわからない状態です。この写真がリークされた当初は、左側の人物がドラマ「デアデビル」でヒロインのカレン・ペイジを演じたデボラ・アン・ウォールなのではと思われていました。サムライミー1とミツパ版のスパイダーマンに加え、デアデビルも今作に登場すると噂されているため、この左側の人物をデボラ・アン・ウォールと思い込んでしまうのは仕方がないことですが、本人がツイッターでこれは私ではないと否定。しかし右側の人物は明らかにキリスティン・ダンストであるため、サムライミ版スパイダーマンの登場を思わず期待してしまいます。また同じロサンゼルスでアメスパ版ピーターを演じたアンドリュー・ガーフィールドの姿も確認されています。キリスティン・ダンストとアンドリュー・ガーフィールドは現在制作中のプロジェクトはないとされているので、この2人がスパイダーマンノーウェイホームの再撮影に臨んでいる可能性はなきにしもあらずです。次はロキに関して、最終話で衝撃的な展開が起こったドラマロキ第1シーズン。ロキの脚本家はスパイダーマンノーウェイホームの制作陣から相談を受けたことを認め、両チームは常にコミュニケーションを取り、互いに失敗しないようにしていると語っています。ドラマロキ最終話では時間軸の分岐が多発し、マルチバース化が進み、一方でスパイダーマンノーウェイホームではサムライミ版のドクターオクトバスとアメスパ版のエレクトロが登場予定となっています。またサムライミ版スパイダーマン2のラストで、ドクターオクトパスが川底に沈んでいく直後から彼の物語が始まると、ドクターオクトパス役のアルフレッド・モリーナが以前明かしているため、彼が川底に沈んだ直後に時間軸の分岐が生じた可能性があります。はい、いかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんの感想や考察もコメントで教えてください。チャンネル登録、コメント、高評価、ツイッターの方もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。